明けましておめでとうございます。りんご娘です。はい、りんご娘のときです。私りんご娘のとき、個人としての目標はフォロワー、インスタグラムのフォロワーが1万人達成することです。私オーリンの2019年の目標はしゃべくり7に出ます。全国の皆さんに見ていただけるように頑張ります。りんご娘のサイカです。2019年の目標は動画配信のショールームフォロワー5000人突破することです。皆さんフォローよろしくお願いします。りんご娘のジョナゴールドです。今年の私の目標は中国語をマスターすることです。台湾のファンの方々に届くように頑張ります。ではりんご娘にとって3枚目となるアルバムを3月19日に発売します。それに伴って全国台湾でのライブツアーも決定しています。2019年が飛躍の年になるように頑張ります。頑張ります。この1年もね、私たちりんご娘、そして応援してくださる皆さんにとって素敵な1年でありますようにということも私たちずっと考えてきました。もうね、さときさんやる気がみなぎりすぎてこんなのちょっと突っ走れ私たちが突っ走っていくんです。汗がすごいんですけど、いいですか、深くて黙ってると汗出てくる。私たちがじゃあ動きましょう。皆さんも汗出るのでもう動きましょう。続いてジェスガール、はい、サビで皆さんの掛け声を、皆さんのこういったマイクの切れとかありますので、ぜひそこで大きな声にゲイと言っていただければなと思います。